回はいただいたたくさんのスヌーピーグッズを紹介していきたいと思います。まずはこちらのピーナッツカフェの商品から紹介していきます。前回ピーナッツカフェ大阪の動画を出したんですけども、私その時このねギフトボックスを手に入れれなかったので、このギフトバッグに入ったプレゼントいただけてめちゃくちゃ嬉しかったです。このピーナッツカフェの紙の裏にも4コマコミックが描かれていたり、このギフトの下のイラストもめちゃくちゃ可愛いです。そしてあとここのねリボ結びしていた紐も2種類の紐を混ぜて使っていて、すごい特別感があって可愛いです。先ほどのコミック柄がこんな感じでございます。コミック柄の最後のイラストがこのギフトバッグのイラストになっているようです。スヌさんの上にサンキューの文字があるのもいいですね。このギフトバッグ意外としっかりした生地感でした。何かに使えそうです。そして中にはこちらの箱が入っていました。見てみるとグラスウェアショートグラスと書かれていました。ここのねピーナッツカフェのシールも可愛いですよね。さあ開けていきましょう。じゃじゃーん。この瞬間が一番テンション上がりますね。こちらはどんな柄のグラスかと言いますと、じゃじゃーん。お、ピーナッツカフェ大阪で見た缶バッジになっていたイラストですね。スーパータイムと言っているトサカナスヌさんのイラストでした。めちゃくちゃシンプルな透明のグラスなんですけど、めっちゃ可愛いこのイラスト、嬉しいです。このトサカスヌさんもめっちゃ可愛いですよね。ありがとうございます。そして次は前の職場でもらったものがずっと紹介できてなかったんですけど、そちらも紹介したいと思います。2ついただいて、1つはハンカチ。真っ白のタオル生地に赤いステッチがめっちゃ可愛い。しかもねスヌさんとウッドストックちゃんのいろんな表情が描かれていてお気に入りでございます。特に私はこの耳ぴょんのこの子が好きですが、皆さんはどの子が好きですか？ウッドストックちゃんの表情も3つも描かれているの珍しくないですか？シンプルでガラガラ好きないけど、この可愛さ素敵です。ハートの部分は刺繍になっております。こんな感じでめちゃくちゃ可愛いです。ハンカチは何枚あっても使うので嬉しいですね。そしてもう一つはこちらの箱、何かと言いますと、こちら木箱、めちゃくちゃ可愛いですよね。めっちゃ前から私も買いたいなって思ってたんですけど、今回プレゼントでいただけたのでめちゃくちゃ嬉しいです。こんな風に開けれて、中には真っ赤なマグカップが入っていました。多分ね結構前からこのシリーズプレゼント向けに売ってあって、私も買おうかなと思ってたんですけど、マグカップいっぱい持ってるので悩んでいたところいただきました。裏もめっちゃ可愛いよね。プレゼント渡す感じのスヌさんが大きく描かれていて、裏にはウッドストックちゃんとピーナッツの文字があるっていう感じのマグカップになっていました。多分カラーごとでイラストも違うんですけど、赤はこのプレゼントっていう感じでした。ウッドストックちゃんとスヌさんは若干凹凸がある感じで焼かれたマグカップになっていました。ありがとうございます。そして最後に紹介するのはこちら、めちゃくちゃ大きいスヌーピーの箱になっております。こちらもねお座りスヌさんとスヌーピーの文字が背景にめっちゃたくさんいて可愛いイラストになっております。こちら開けるとじゃじゃーん、可愛いお菓子がたくさん入っていました。こちらは出産のお祝いのお返しでいただいたんですけども、めちゃめちゃ箱もお菓子も可愛かったので紹介していきます。こちらにお菓子の説明書がありまして、これもめっちゃ可愛いんですけど、これはティーバッグのようでアップルとダージリンありました。めちゃめちゃねこのパッケージが可愛い、ベルちゃんとスヌさんでございました。こ
通に可愛すぎますよね。朝のモーニングも楽しくなりそうです。そしてこちらはカラフルな可愛いスヌさんが描かれたクッキーになっております。ピーナッツっていう文字がレインボーでね、めっちゃ可愛いですよね。3枚一気に入っていました。そしてお次はこのミニサイズクッキーになります。これはね、パッケージがスヌーピーなんですけども、文字とこのスヌーピーさんの影がめちゃめちゃいい感じにおしゃれで素敵でございます。そしてこちらはスンさんの顔型クッキーでございます。こちらはプレーンとチョコ味のクッキーになっていました。顔型はなかなか食べにくいよねでも可愛いです。結構大きいクッキーになっていました。そして左側は右側と同じくパッケージがスヌさんのクッキーでございます。めっちゃいっぱい入ってったので、これはスヌさんだらけで、この一箱でハッピーな気分になれるお返しでした。めっちゃ嬉しい。こういうね、スヌさんのプレゼントだったりお返しだったりするとめちゃくちゃテンション上がるなと思いました。箱も大きくてカラフルで可愛いので何かに使えそうです。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今回はいただいたたくさんのスヌーピーグッズを紹介させていただいたんですけども、自分がプレゼントする側としてももらう側としてもとんでも嬉しい可愛いグッズばかりだったので、よかったら参考にしてみてください。皆さんありがとうございます。私もお返しは可愛いものにしたいなと思います。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。最近はたくさんいただいたのでプレゼントシリーズになったんですけども、また購入品も紹介いたします。ではまた次の動画で。じゃあね、バイ。